突然ですが皆さんは現役最強プレイヤーといえば皆さんなら誰を思い浮かべますか？おそらくエンゼルスの大谷翔平選手を頭に思い浮かべる人が多いことでしょう。しかしそんな大谷選手もメジャー挑戦時は二刀流なんてと書かれることの方が多かったと言われています。2017年ヤンキースが大谷選手の獲得に失敗した時、ニューヨークデイリーニュース新聞は大谷選手についてこのように記事を書きました。What a chicken。 2017年のシーズン終了後、大谷選手はそれまで所属していた日本ハムからメジャーリーグへの挑戦を発表。その時大谷選手はまだ22歳だったこともあり、 MLB の労使協定の規定により契約金額の上限が決められた状態での大リーグ移籍となりました。安くて日本の可能性ある若者、次世代のイチロー、松井秀喜を獲得できるということもあって、絶対に大谷を獲得したいとメジャー約20球団が大谷選手の獲得に名乗りを上げました。その中でも特にヤンキースは大谷選手のことに早くから目をつけ、多額のお金を積んででも獲得したいと思っていたといいます。イチロー選手や松井秀喜選手、田中将大投手が在籍していたこともあって、日本人メジャーリーガーには縁のある球団だっただけに、ニューヨークデイリーニュースの記者はこのように辛辣な記事を書いたのでしょう。さらに別のスポーツサイトでは次のようにも語られています。大谷は交渉リストの中にヤンキースを入れなかった。ワールドシリーズに何度も出場している最高のチームへの入団の可能性を自ら退けるとはなんと軟弱なことか。どれだけ勝ちたくないのか。チキンすぎてスタジアムで浴びるスポットライトに耐えられないのか。ひどい書かれ方ですよね。大谷選手もまさかニューヨークの人たちからこんな風に言われてしまうなんて思ってもいなかったことでしょう。しかしこんな辛辣な言葉でバッシングされるということは、逆に言えばヤンキースに来て欲しかった、来ることを待ち望んでいたということの裏返しでしょう。ヤンキースは大谷選手の投手としての可能性を評価していたため、打者としての出場はほどほどにしながら、投手として数年かけてローテーションの一角を担える存在に育てようとしていたといいます。もちろんヤンキースに限らず、 MLB の多くの球団は大谷選手の投手としての可能性を大きく評価していました。だからこそ大谷選手サイドは投手としての能力ばかりに目を向けている球団は拒否をしたのかもしれません。また大谷選手は投手として登板のない日に DH として出場することを希望していたため、DH 制のなかったナショナルリーグを選択肢から外していたとも言われています。2021年から大谷選手の大活躍を見れば、おそらく MLB のどの球団もがあの時大谷を獲得しておけばと後悔したはずです。特に2021年は46本ものホームランを放ち、あわやアメリカンリーグホームラン王を獲得できそうなくらい打ちに打ちまくっていました。2017年のメジャー挑戦から5年が経過し、大谷選手の評価は大きく覆り、100年に一度現れるかどうかの選手と言われており、大谷選手の価値は他と比べようがないくらいに爆上がりしています。さて今回の動画では、2017年暮れの大谷翔平選手のメジャーリーグ挑戦にまつわる大谷翔平争奪戦とも呼ぶべき伝説の契約交渉を振り返っていきたいと思います。二刀流でのオファーなのか、投手と打者どちらか一方に専念するというオファーなのか、2017年当時二刀流という概念が存在しない中でどんな交渉が行われていたのでしょうか。じっくり見ていくことで、2017年当時大谷選手がどんな価値観、判断基準でエンゼルスへの入団を決めたのかがわかることでしょう。最後までしっかり見ていただけると、2022年のシーズン終了後にどんな球団が大谷選手の獲得に乗り出すのか、大谷選手がどこの球団に移籍するのか想像がつくかもしれません。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。2017年、大谷を狙っていた有力球団、ヤンキース。さて早速2017年の大谷争奪戦の様子を振り返っていきましょう。MLB の中でも屈指の強豪チームであるヤンキースも大谷選手獲得に動いていました。ヤンキースといえば田中将大選手やイチロー選手、松井秀喜選手など
多くの日本人選手も活躍してきました。過去27度のワールドシリーズ優勝を果たし、歴史と伝統のあるチームというイメージを持つファンも多いことでしょう。そしてかつてはかのベーブ・ルースが所属したチームでもあります。しかしそんな名門ヤンキースは大谷選手との面談を行うことすら叶いませんでした。面談前の書類選考で落とされてしまったのです。これには現地メディアも大ブーイング。 What a chicken、 大谷はヤンキースを袖にした、大都市を怖がっている、ヤンキースがこういう気分になるのは珍しい、どうしても欲しい選手を獲得できず、まるでロイヤルズやツインズのような気分だ、などと数々のバッシング記事を出しました。ニューヨークポストの敏腕記者ジョエル・シャーマン氏も次のように話しており、ショックと疑問を隠しきれないようでした。ヤンキースは大谷に会うことすらできなかった。とてつもないショックだ。彼が何を求めているか正確にわからない。ミステリーだ。確かに超名門から誘いを受けたのにそれを蹴ってしまうのは理解しがたい愚行とも取れるでしょう。けれど大谷選手には揺るがない意志がありました。当時のインタビューではこのように答えています。自分はまだまだ不完全で足りない部分の方が多い選手だと思っている。自分をもっと磨きたいと思っているし、そこに適している球団に行きたい。大谷選手はあくまでも長く自由に二刀流にチャレンジしたいという思いが強かったように思います。ヤンキースは強豪チームであるからこそ確実な勝利が求められます。二刀流をするにしても1年目から結果を出さなければどちらかに絞れと言われるか、もしくは出場の機会すら奪われてしまう可能性もありました。だからこそ大谷選手はヤンキースからの誘いを蹴ってエンゼルスの手を取ったのでしょう。投打両方で世界一になるという自身の目標を見据え、バッシングを受けても冷静に球団を見極めたのです。結果論ですが、大谷選手の二刀流としての活躍はもしヤンキースに入団していれば見ることができなかったかもしれないですね。ジャイアンツ。当時日本のみならず現地の各種メディアが大谷選手の移籍先を予想していましたが、ジャイアンツはその中でも有力候補の一つでした。日本ハムで活躍する大谷選手をシーズン中からマークしており、実際に日本に足を運んでそのプレーを間近に見て獲得を狙っていたのだといいます。アメリカのスポーツ放送局 NBC スポーツベイエリアはこのように報じていました。ジャイアンツは2017年のシーズンが終わる前すでに全力だった。ゼネラルマネージャーのボビー・エバンズとアシスタント GM のジェレミー・シェリーは9月に日本へ飛び大谷のプレーを見た。そしてジャイアンツは大谷をサンフランシスコへ誘い込もうとしていたのだ。ジャイアンツは大谷選手を獲得するため二刀流でのプレーを尊重、投手および外野手として300から400打席に立つプランを提示しました。書類選考を通過した後の面談にはラリー・ベア最高経営責任者、エバンス GM、 ブルース・ボウチー監督、さらには主砲のバスター・ポージーなど首脳陣総出で出席、大谷選手に球団の魅力をアピールしました。しかし大谷選手がジャイアンツを選ぶことはありませんでした。後のエンゼルスでの活躍を見てエバンス元 GM はとても悔しがっていたようで、このようにコメントしています。代打で登場した大谷の名前がアナウンスされポージーに挨拶をした際の歓声、3球連続ボールを投げた時とフォアボールで歩かせた後にジャイアンツの右腕トロピアーノに向けられたブーイングは、大谷獲得に動いた当時のチーム役員にはほろ苦い思いを呼んだだろう。2021年の大谷の活躍を見ているともしジャイアンツだったらと思わずにはいられないよ。エンゼルス以外のチームは大谷選手の活躍を見て余計に獲得できなかったことを悔いていることでしょう。マリナーズ。レジェンドイチロー選手が長きにわたって活躍したことで馴染みのあるシアトルマリナーズも1年前から大谷選手獲得の準備をしていました。当時マリナーズのジェリー・ディポト GM は自身のポッドキャストでマリナーズが全力で取りに行くと発言するくらい大谷選手に惚れ込んでいたようで、大谷選手のプレーを見るために日本まで来たり、仲間内では大谷選手のことをロイ・ハブスと呼んでいたそうです。
ロイ・ハブストはナチュラルという映画の主人公で、MLB で活躍する大天才として描かれているキャラクターです。当時から大谷選手に対して映画の主人公のような風格を感じていたのでしょう。実際大谷選手がエンゼルスで見せてくれた活躍はどんなフィクションよりも劇的でエキサイティングだったと言わざるを得ません。シアトルの地元紙シアトルタイムズによると、マリナーズは過去にイチロー選手や佐々木和弘選手、岩隈久志選手など多くの日本人選手の活躍の場となったことをアピールしたのだといいます。日本人選手がプレーしやすい環境であると伝えたかったのでしょう。しかしそれは逆効果だったのではないかとの意見も書かれていました。マリナーズのアピールは逆効果だったのではないかという見方もある。大谷は彼がパイオニアになれる場所を切り開きたかったのではないかと考えられるからだ。メジャーでの二刀流という前代未聞の挑戦をしようとしていた大谷選手にとって、お膳立てされた道は必要なかったのかもしれません。口で言うだけなら簡単ですが、実際に二刀流として活躍しているのが大谷選手のすごいところです。二刀流選手のための大谷ルールを適用させてメジャーリーグのルールを変えてしまった点なんて、まさにパイオニアそのものですよね。さらにマリナーズはマーリンズから2017年に盗塁王だった D ・ゴードン選手を獲得していて、このトレードで25歳未満のドラフト対象外の外国人選手に使える契約金枠を100万ドル獲得したことが報じられていました。これによりマリナーズの契約金枠は355万7500ドル、日本円で約4億200万となり、他球団と比べても最高額となったのがマリナーズだったのです。マリナーズと契約を結んでいれば、大谷選手は莫大な金額を獲得していたことになります。とは言っても大谷選手はお金に興味がないことで有名で、当時もそこまで気にしてはいなかったでしょう。結果的にエンゼルスに入団した大谷選手はマリナーズにとって厄介なライバル選手になってしまいましたが、マリナーズのディボト GM は大谷選手の活躍を楽しみにしているのだとコメントしていました。大谷の活躍は野球にとっては間違いなくいいことだ。私はずっと何よりも野球が好きなファン。彼の成し遂げていることはとても素晴らしいし、とても楽しませてもらっている。毎晩見ているよ。大谷選手のプレーは私たちファンだけではなく、敵チームの GM をも虜にしてしまっているのですね。過去にアメリカのメディアソドモジョが、もしもロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平投手がシアトルマリナーズと契約していたらという想定で実現していたかもしれない展開を想像していました。想像の中では2018年シーズンのマリナーズに関して、大谷選手を外野で起用し、さらに良い攻撃ができていたはずだと見解を示していました。マウンドでは何度か大谷選手に登板を任せることで、フェリックス・ヘルナンデス選手に何日か休みを与え、その穴を埋めることができたと予想しています。大谷選手がいた場合、勝利数が増えてプレーオフ進出もかなっていたかもしれないと伝えられていました。そして2021年シーズンについては、大谷がいれば間違いなくプレーオフに進出していたと断言。マリナーズはほぼ止められないチームとなり、ア・リーグ西地区優勝のヒューストン・アストロズと互角に戦えていたとの考えを示していました。レッドソックス。ボストンに本拠地を置くレッドソックスも大谷選手に手を伸ばした球団の一つでした。レッドソックスにはかつて松坂大輔選手や上原浩二選手も在籍したチームです。2017年時点での成績も好調で、2016、17と2年連続で地区優勝を果たしていました。しかしレッドソックスもまた大谷争奪戦に敗れました。当時大谷がポスティング申請をする直前にレッドソックスの監督に就任したコーラ監督は、後のインタビューでこのように語っていました。彼がいい選手なのは分かっていたが、リクルートが思うようにいかなかったんだ。監督就任の記者会見が終わってマイアミに帰ったら、球団に24時間後にロスに行く準備をしてくれと言われてびっくりした。でもその1時間後に多分ダメだろうと言われた。だから契約はほど遠かったと思う。エンゼルスに入団した大谷選手は、今となっては同じア・リーグで戦うライバル選手。2018年にワールドチャンピオンになってから低迷しているレッドソックスからしてみれば、
大谷を獲得できていればと思うこともあるでしょう。しかし高良監督は次のように話していました。プレーできるいい環境を見つけて、この場所を楽しんでいるようだし、南カリフォルニアの人たちも彼を見て最高に楽しんでいると思う。さらに大谷選手の活躍についても素直に評価しています。このレベルで両方の準備をしていくのは非常に難しい。練習、ブルペン、登板日、バッティングの準備など、ここは最高レベルの野球であり、その環境で両方で結果を出しているのはすごい。彼がやっている全てに対して正直私は畏敬の念を抱いて見ている。レッドソックスの本拠地であるフェンウェイパークは最も観客が入ると言われている球場です。そんな超満員の球場をホームとして二刀流で活躍する大谷選手の姿も見てみたかったですね。カブス。当時 DH 制を採用していなかったナ・リーグで下馬評では不利とされていたものの、カブスも有力な候補の一つでした。当時のカブスには師匠と称され、世界一の名将で独特の人心掌握術でも知られるジョー・マドン監督の存在があったからです。現に大谷選手がエンゼルス入団後、このマドン監督と二人三脚で二刀流の伝説を育んだと言っても過言ではありません。マドン監督は当時から外野を4人にしたり、バントシフトではファーストとセカンドを入れ替えるなどの奇策で有名。マドン監督は、大谷がそれだけ才能ある選手ならユニークな状況を作り出せると話しており、二刀流のアイデアも豊富に持っていると見られていました。さらに14勝を挙げたアリエッタ選手、12勝をマークしたラッキー選手が FA となり、カブスは先発投手の補強も急務でした。結果的にカブスは大谷選手との契約には至りませんでしたが、巡り合わせでマドン監督がエンゼルスの監督となり一緒にプレーできたことは、大谷選手の二刀流挑戦にとって非常に大きな出来事だったと思います。大谷がエンゼルスを気に入った要因。このようにたくさんの魅力があるチームが多い中、大谷選手はなぜエンゼルスを選んだのでしょうか。いろいろな視点からその理由に迫っていきましょう。一つ目は、二刀流の挑戦に寛容である。比較的小規模な市場を持つ球団であるということ。二つ目の理由は、 DH として出場できる環境が準備されていること。三つ目の理由は、気候が温暖で過ごしやすい西海岸の球団であることが挙げられます。エンゼルスが本拠地とするアメリカ西海岸は、東海岸と比べて温暖で暮らしやすい気候となっています。また東海岸に比べて雨がほとんど降らず、天気が比較的良好です。大谷選手は投手と打者の両方で調整する必要があるため、より体を動かしやすい西海岸でプレーしたいという思いがあったのでしょう。また小規模の市場を持つ球団であれば、二刀流の挑戦がよりやりやすい環境になります。ヤンキースのような大規模球団の場合、二刀流を始めてスタートダッシュに失敗した場合、大きな反感を食らうとともに、最悪の場合断念させられる可能性が高いです。一方、比較的小規模の球団であれば、二刀流挑戦により時間をかけてくれる環境ということになります。またこの規模に関しては金銭面にもつながります。大谷選手にとっては金銭面が決定的要素にならないのは確かでした。300万ドル以上を用意したヤンキースが外れ、30万ドルしか用意していないドジャース、ジャイアンス、カブス、パドレスが候補として残っていたからです。こういった条件がエンゼルスには揃っていました。そして何よりエンゼルスにはキャリアの目標を達成する最高の環境がありました。オレンジカウンティレジスター紙の記事には次のような内容が掲載されていました。エンゼルスは大谷を先発投手とみなし、週数試合を DH で起用し、その間はアルバート・プホルスを一塁で起用するとみられる。プホルス選手は通算700本以上のホームランを放ち、 MLB 最高のバッターと称される一人です。このプホルス選手はほとんどの試合で DH で起用されていました。しかしプホルス選手に普段は守らないファーストを守らせてまで、大谷選手を DH 起用する具体的なプランをエンゼルス側は面談で伝えていたのです。こういったエンゼルス側の計らいも大谷選手獲得にとっては大きな要素だったことでしょう。
さらに何球団かは大谷選手を呼び込むために選手まで動員しました。ドジャースの大エースであるクレイトン・カーショー選手はテキサスでの結婚記念日から呼び出され、サードのジャスティン・ターナー選手は自身の結婚式へ向けて準備をしていたところを中座させられたのだといいます。これだけのスター選手たちを動かすほどですから、当時から大谷選手の注目度が高かったことがよくわかりますね。またカブスはアイビーリーグ出身の知性派投手のカイル・ヘンドリックス選手を動かし、大谷選手に親しみを覚えさせようとしました。さらにバーチャルリアリティを使って試合のシミュレーションを組み立てるテクノロジーも披露し、呼びかけようとしたのです。ほとんどの場合、面談の大部分はいかにしてチームを大谷選手に売り込むかという一点に終始し、大谷選手はほとんど聞くだけでした。しかし大谷選手は明らかに DH 制度のあるアメリカンリーグに傾いていたようです。外野やファーストを守るより指名打者として試合に出る方に馴染んでいたからです。サンフランシスコジャイアンツのブルース・ボーチー監督は当時のことをこのように振り返っていました。 DH として試合に出る方が外野手をやるよりも慣れているし、最近は外野を守っていないからとあちらも言っていたよ。カーショー選手も次のように話していました。あいつは明らかに DH でやりたがっていたからな。俺は関係者全員の時間を無駄にさせたあいつの代理人にある意味ムカついているんだ。最初から15球団はさっさと撤退しておけばよかったんだ。二刀流への負担を考慮すると DH 制度があるアメリカンリーグに軍配が上がっていたようですね。しかし現在はナ・リーグも DH 制を採用しています。大谷選手のプレー環境としては選択肢の幅が一気に広がりました。 DH 制がないからという理由で当時選ばれなかった球団も今回は選ばれる可能性が大いにあります。そしてエンゼルスへの入団をより近づけた要素はやはりトラウト選手というスーパースターの存在でした。現在のメジャーリーグで最高のバッターと称されるトラウト選手がいるというのは大谷選手にとってプラス要素です。当時それを分かっていたエンゼルスはトラウト選手を大谷選手との交渉に同席させようとしました。しかしトラウト選手は地元のニュージャージー州に帰省中で、その週末に結婚式を控えていたのです。それでもトラウト選手はオンラインで面談に登場し、数分間にわたりエンゼルスでプレーすることがいかに素晴らしいことなのかを大谷選手に語っていました。このように2017年はエンゼルスに入団することを選んだ大谷選手ですが、2023年に FA として他球団に行く場合はどういった考えで選択することになるのでしょうか。やはり一番の条件はプレー環境であると考えられます。気候が温暖で過ごしやすい西海岸は大谷選手にとって今でも魅力的ではあるでしょう。エンゼルススタジアムがあるアナハイムでは軽快に投げている大谷選手ですが、東海岸で投げる際は手を温める仕草も多く見られます。投手としてはやはり西海岸が適していると思われます。しかしながらアメリカの生活に慣れてきた大谷選手ですから、西海岸を離れてもうまくコンディション調整を行うことができるかもしれません。自身の目標の一つであるワールドシリーズ優勝に向けて勝てるチームを選ぶ可能性も大いにあります。そして今候補として挙がっているのはドジャース、メッツ、パドレスなどの球団です。特にドジャースとメッツが有力とされていますので、エンゼルスと同じロサンゼルスを本拠地とするドジャースが最有力候補とする声が優勢のようです。代理人が語る大谷の決断の決め手になったもの。エンゼルスが大谷選手を獲得できた理由を彼の代理人を務めていたネズ・バレロ氏は次のように語ります。翔平にとって最も重要なのは市場の大きさやリーグの規模、お金ではなくエンゼルスと本当の意味で絆を感じられるかどうかだったのだ。彼はエンゼルスの自分のキャリア目標を達成するのに最適な環境だと考えている。絆と言われると曖昧なもののように感じますが、理由は非常にシンプルでした。要するに大谷選手はお金やチームの強さ、伝統や歴史といったものは重要視はしていませんでした。そうではなく自分自身の思い、夢や目標に共感してくれ、やりたいことを尊重してくれる球団を選んだのです。世界一の選手になるという目標に共感し、
自身のプレースタイルである投打の二刀流を尊重し、一緒に歩んでくれるかを大切にしていたのだと思います。チームとしても前例のない選手を管理育成するのはとても難しく、双方の徹底的な話し合いと調整が欠かせません。大谷選手はチームが自分に対してどれだけ丁寧に時間をかけてくれるのかを見極めていたのかもしれません。その点でエンゼルスのスカウティングは大谷選手の心をつかみました。エンゼルスのエプラ GM は交渉の席で大谷選手を F1 カーに例えて話したのだといいます。 F1 では大抵の場合決め手になるのは車の性能です。ドライバーの働きも要素ではありますが、結局は車次第です。野球で選手が最も重要なのと同じです。 F1 カーはとても繊細で慎重に扱わなければなりません。野球の場合も同様に選手もしっかりケアしなければなりません。野球で F1 ドライバーに相当するのは打撃コーチや投手コーチです。では車をケアするのは誰か。トレーナーや理学療法士、ストレングスコーチ、バイオメカニクス研究者、栄養士、メンタルコーチ、カイロプラクター、整形外科医たちはピットクルーです。レースカーがピットに入るとクルーが車をケアしアドバイスを送ったりします。というように翔平をレースカーに例えながら話をしました。それによって彼の中でも視野が広がったのではないかと思います。さらにエプラ GM はチームの方針を説明するために大谷選手自身の特性や伸びしろを解析し、まとめたスカウティングレポートを書いて本人に渡したのだといいます。我々は翔平に彼自身のビデオを見せて彼についてのスカウティングレポートを書きました。君の投球について我々はこういうふうに見ていると、翔平はお互いが同じ考えを持っていることを確信してくれたようでした。このような丁寧な意識のすり合わせがあったからこそ、大谷選手はエンゼルスとの絆を感じることができたのでしょう。2017年当時、エンゼルスを率いていたマイク・ソーシア監督は、後のインタビューで大谷選手の獲得に向けて話し合った時間はとても楽しかったと話していました。彼をリクルートするプロセスは楽しかったよ。翔平が我々と契約するかどうか、我々の球団を理解してもらうために彼と話し合ったことはとても楽しかった。ただこのプロセスだけでも楽しかったことを覚えている。これだけでも当時の大谷選手がエンゼルスと建設的な話し合いができていたのだとわかる気がします。ソーシア監督は二刀流が実現可能かどうかについても全く疑っていなかったといいます。2014年の日米野球でメジャーリーグ最高の打者に投げているのも見た。彼が投げられることに疑いはない。彼のスイング、バットスピードを見れば彼が打つこともできるとわかるだろう。ソーシア監督の言葉通り、大谷選手はエンゼルスで投げて打っての大活躍。今やチームの中心としてなくてはならない存在となっています。それも入団当時からチームの理解や支えがあったからでしょう。もしエンゼルス以外のチームに入っていたら、二刀流でここまで活躍することはもしかするとできなかったかもしれません。うちのチームに来て、2023年 FA に向けて現地ファンの反応。大谷選手の去就については現地のファンも注目しており、移籍の可能性や移籍先の予想を話題にしています。2021年の試合後インタビューでの発言は当時大きな波紋を呼びました。もちろんファンの人も好きですし、球団自体の雰囲気も好きではあるので、ただそれ以上に勝ちたいという気持ちが強いですし、プレイヤーとしてはそれの方が正しいんじゃないかなと思っています。エンゼルスファンからもチームメイトからも愛されている大谷選手ですから、エンゼルスのことを嫌いではないでしょう。しかしプレイヤーとしてワールドシリーズに出たい、もっとヒリヒリする瞬間を味わいたいという思いは強く持っているようです。この発言があってからメディアは大谷選手の移籍に関する報道を積極的に行うようになりました。エンゼルスは大谷選手やトラウト選手のようなスター選手を抱えつつも成績不振で、昨年モレノオーナーが売却話を出した時にはエンゼルスファンからも期待の声が上がっていました。オーナー交代があれば大谷選手はチームに留まる予感があったからです。しかしモレノオーナーは売却を見送ることを決めました。エンゼルスファンからは不満の声が多く上がり、他球団からは喜びの声が上がりました。
モレノ氏の問題は球団の人に仕事をさせず、自らが選手の主要な評価者であることにこだわっていること。これをやめないとエンゼルスはずっと二流だ。メッツファンとして可能性は無限だ。ついに。ドジャースファンとしてまだ動画見てすらいないけど、ドジャースロゴと大谷翔平をサムネで見ただけで鳥肌立つ。他球団のファンにとっては大谷選手が来てくれる可能性に喜びを隠せない様子ですね。アメリカ新聞紙ロサンゼルスタイムズは、エンゼルスと同じカリフォルニア州に本拠地を置くドジャースへの移籍を有力視しているようです。もしエンゼルスが勝てなかったとしたら大谷はどうするだろうか。南カリフォルニアに残りながら勝つこともできるかもしれない。ドジャースは複数のポジションをこなせる柔軟性をとにかく好んでいる。エースとスラッガーを兼ねた存在より優れたものはあるだろうか。ナショナルリーグに所属するドジャースはこれまで大谷選手を起用するには少し不安な面がありました。ナショナルリーグには DH 制が採用されていなかったからです。しかし大谷ルールの適用とともにナショナルリーグも DH 制を導入。これまでのように投手として出場しない日や降板した後でも打席に立つといった起用方法が可能になったのです。さらにメジャー強豪チームの GM 特別アドバイザーを務めているあるベテランスカウトは、2023年大谷選手が FA 権を行使すればとてつもない争奪戦になると予想しています。エンゼルスは全力で引き止めるだろうが、大谷はより優勝に近い環境を望むのかもしれない。ドジャースは金満チームだから札束構成をかけるはずだ。メッツの大富豪オーナースティーブ・コーエンも金に糸目はつけず、年俸5000万ドルを払ってでも大谷を獲得しようとするかもしれない。大谷が何を優先するかはわからないが、ニューヨーク、ボストン、ロサンゼルス、シカゴといった大都市に本拠地を置き、常に優勝争いを視野に入れ、資金も潤沢なチームは揃って全力を挙げて争奪戦に臨んでくるのだろう。その他の球団ももちろん大谷選手の獲得を狙っているでしょう。また現地メディア FOX スポーツの記事では、大谷選手の移籍先としてファンからのアンケートを実施し、移籍が有力視されている球団の得票数が数値化されていました。第5位ヤンキース216、第4位パドレス237、第3位ジャイアンツ350、第2位メッツ404、第1位ドジャース975。やはりファンの予想としては、同じロサンゼルスで競合として知られているドジャースが最有力のようですね。この数値に対してファンからは次のような反応がありました。個人的には明白にドジャースだと思う。ドジャースに行ってワールドシリーズで投げて打っている大谷が見たい。マリナーズやホワイトソックスのような思いがけない場所になりそうな気がする。エンゼルスは外れているのか。彼らが再契約しないと決めつけるのは少し軽視しすぎだと思う。大谷選手がエンゼルスを離れてしまうのは悲しいことではありますが、強豪チームに移籍することはワールドシリーズ進出に大きく近づきますので、ファンにとっては非常に複雑な気持ちです。何はともあれ、大谷選手がその実力を最大限に発揮できる球団を選んでくれることを願ってやみません。さて、いかがだったでしょうか。2017年は争奪戦の末エンゼルスへ入団した大谷選手。全くと言っていいほどお金には興味がなく、あくまでも二刀流として最適な環境があるチームを望んでいたことがよくわかります。エンゼルスに移籍してから6年が経ちましたが、今シーズン終了後大谷選手は FA で移籍する可能性があります。大谷選手はエンゼルスで活躍し、二刀流選手としての地位を確固たるものにしたので、おそらくどこの球団に行ってもエンゼルスでの起用法と同じように投打の二刀流で活躍することでしょう。 FA 権を行使するのは今シーズン終了後ではありますが、すでに水面下では大谷選手の獲得争奪戦が始まっていると言われています。昨年末の FA やトレードでの選手獲得状況などから考えると、大谷選手獲得のために資金に余力を残している球団も多く見られます。一体どこの球団へ行ってしまうのか、その想像は膨らむばかりですが、エンゼルスとしても絶対に大谷選手を手放したくないと思っていることでしょう。エンゼルスファンも今年こそはプレーオフに出場し、
大舞台で大谷選手、トラウト選手の活躍を見たいと思う方が多いはずです。一方でもしエンゼルスがポストシーズン進出に程遠い成績となった場合、大谷選手は夏場のトレード、もしくはシーズン終了後に FA で他球団へ行くという可能性もあります。エンゼルスの関係者は大谷選手のトレードについて次のように話していました。大谷をシーズン中にトレードされる可能性は 0% だ。来シーズン以降も大谷選手がエンゼルスに残留するためにはプレーオフ進出が欠かせないという見方も示しました。しかし前監督のジョー・マドン監督は大谷選手のシーズン中のトレードの可能性について次のように語っています。反対する人もいるかもしれないが、トレードせずに FA でよそと契約することは理解できない。このように語り、シーズン内で大谷選手をトレードすることなく FA で放出するということに対しては首をひねりました。というのも、大谷選手をトレードとして放出するとなれば、エンゼルスは大谷選手との交代要因として複数の有力選手を獲得することができるからです。また ESPN の記者であるジェフ・パッサン氏は、大谷選手の去就はエンゼルスの結果にかかっていると述べました。大谷の今後に関して注目すべき数字は一つであり、それはエンゼルスの記録だ。エンゼルスが競争に残っている限り、つまりプレーオフ進出の希望がある限り、彼が今シーズンの期限内にトレードされることはないだろう。だがエンゼルスが競争から脱落し、大谷が加わってからの過去5年と同じことが繰り返されるなら、彼はトレードされるかもしれないし、間違いなくエンゼルスを去ることになる。大谷選手の残留、もしくは他球団への移籍というのは、エンゼルスの成績が非常に重要な要素となっていきそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がいいと思った方は、チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。また、大谷選手がどの球団を選ぶのか、あなたの予想をコメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。